すべての予選のカードが終了いたしまして、明日の準優勝戦進出メンバー18名が出揃いました。今回も激しいボーダーラインの戦いでありましたが、最後の最後で競り勝って逆転突破となったのが上野秀和、得点率は 5.83。 一方トップ通過を果たしたのは菊池康平、野永瀬正隆、桑原優斗、この3名が明日の準優勝戦絶好枠を手にしております。これより一般カードへと移ります。第11レーススマイル選抜、1号艇重成和人、2号艇北野照樹、3号艇片山亮介、4号艇桑原優、5号艇片岡正宏、6号艇坂口めぐるです。枠内進入、絶好枠、地元の重成和人がインコースに構えます。今日の1走目は4コースから豪快まくりでシリーズ初白星、もちろん予選突破を果たしています重成。2コースには2号艇北野照樹、こちらはスタート我慢の戦いが続きますが、それでも道中勝負にかけまして、ここは見事に予選突破を果たしています。3号艇片山亮介が3コース、ここまでがスロー。角の4コースには3位での突破となりました4号艇桑原優、5号艇片岡正宏が5コースに、6号艇坂口めぐる6コース。進入スタイルは定番通り3対3。第11レース一般競争スマイル選抜、1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番。1秒前。スタートしました。インコースから1号艇重成、そしてセンター勢3コース3号艇片山、4コース角から4号艇桑原です。インから逃げる1号艇重成、3号艇まくり出しは片山亮介、内からは2号艇4号艇6号艇も押し切りました。独走1号艇重成和人、2番手はわずかに2号艇北野照樹か、外からは3号艇片山亮介と6号艇坂口めぐるの競り合い、内からは4号艇桑原も上がってくる。第11レーススタートは正常、早くも抜け出した1号艇重成、2マークトップでクリア。2番手は2号艇北野照樹、そのいった6号艇切り込む3号艇4号艇ホームストレッチ、わずかに2番手争いは2号艇北野照樹、内から閉鎖機をかけるか、4号艇桑原優が迫って捉えた2号艇北野を内側から手を並べていきまして、さらに3号艇片山も迫って3艇が横並び、20の1マーク、2番手争い3号艇の外分回す2号艇北野に切り込んだ4号艇桑原優、このサッシャンドルから逆転成功、2番手は4号艇桑原が浮上。判定審査の3番手2号艇北野照樹、上位体系は1番4番2番、すぐ後ろから3号艇片山も4番手から虎視眈々、2周2マークです。2番手4号艇桑原の外つけ前観光、2号艇北野照樹全速攻撃、これ決まるかどうか、しかし内々通って4号艇桑原が2番手をキープ。一定審査の3番手2号艇北野照樹、1番4番2番最終周回に入っています。2番手の激戦シーメに先頭はぶっちぎり、1号艇地元重成和人、今日連勝ということになりそう。2番手は4号艇桑原龍、今度は1点内をついた2号艇北野照樹も、ここは振り切ってリードを広げた2番手4号艇桑原、上位体系は1番4番2番、4番手以降も差がつきました。3号艇片山亮介、6号艇坂口めぐる、5号艇片岡正宏と続きます。第11レース一般競争スマイル選抜、先頭はインから押し切った1号艇重成和人、2番手4号艇桑原優、3番手2号艇北野照樹、上位体系1番4番2番でゴールです。先頭1番重成ゴールイン、2着4番桑原ゴールイン、3着2番北野ゴールイン、3番片山ゴールイン、6番坂口、ラスト5番片岡ゴールインです。